成人とこ1GC の涙振り返りよ。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。1GC の涙、ポロリをやろうということで、はいはいはい、すいません、私40分もかかってしまいました。そうなんです、言い出しっぺで、あなたがね泣けるよっていうのをスタッフさんに言ったかために、うん、はいはいはい、これギリですよ、私ケツありますから。はい僕40分、はい、チャンさん28分はい、はい、チャンさんでもその前に俺の40分とかいろいろ気持ち作る時間あったよね。ああ、そうそう、ちょっとそうやな、あのちょっと、ね、今自分の中でちょっと編集思い出を編集してる、編集してる時間がね、うん、そうだいぶかかりましたよ。いや、はい、そうなんです、ちょっと時間が、ね、私は10分ぐらい、うん、はいはい、はい、だから宮坂さんも早すぎて、うん、まあ、測定のこと言っても2、3分ですよ、ね、2、3分だすごい、まだすごい、世の中で、はい、あいつはあの嘘つきとやっぱ嘘泣きやったんやって言われる可能性すらありますが、可能性すらに必ず言われますよあれももうあれ反省してないと、違う違う違う、あれだけ世の中に問題を起こした全く反省してないと涙じゃないぞと、あれはアホか、嘘の涙だ、そう、ほんま涙、簡単に流せるんだみたいな、違う違う、まあ、そこはやっぱほら経験値がそういうお芝居たくさんさせてもらってますからそこは違いますよ。だから確かに記者会見みたいな論文の量の涙はほんまもんやったけど、あんたの涙は嘘もんやったからよう言われたわそうだ、泣くからの場所でもやっぱさすがやね、さすがです、でさすがです、早かった、うん、これそれぞれ 何を泣いた瞬間ね、はい、はい、まあ、政治はもうほぼドーピングじゃないですか、うん、そうそう、作戦ですよ、作戦、なんか絵付きの音とかね、だから、まあ、あれは感情じゃないですよね、な体をこう、違う、責任感という感情で涙を流したんですこれはやばいっていう、やばい、言い出しっぺの俺やばい、ケツ割るわけにはいかんもう最初はもう悲しいことを思い出したら、うん、涙なんて出るやろなあのと思って、はいはいはい、なんかこう悲しいことを、うん、なんか友達に、うん、子供の時に、うん、釣りに行って捨てて帰られたこととか、うん、辛いな、辛いやろ、辛いですね、そういうこととかちょっと思い出したりしながら、はい、でもそんなにあの悲しいことって、うん、あ、涙出えへんやと思って、うん、あれって思って、ハッピーなこと、うん、楽しかったこととか嬉しかったこと、うん、でなんかあの涙出るやろうなと思って、うん、あのなんか息子が幼稚園に入園した時の、うん、こととかちょっと思い出して、はいはい、わーってなったらちょっとほんまに嬉しなって思って、うん、嬉しなってほんま楽しくなってもって、うん、これ感動とかとちゃうなと思って、うん、まあ、で、不倫騒動の時の息子の顔を思い出した、うん、ほんなんまあまあ来たの、はいはいはい、まあまあ来たけどこぼれるほどじゃないの、うん、こぼせそこでせえ、それで、あ、これこぼれるパターンやと思ったら、もう確実に鼻とかが、うん、あの泣く時の鼻になってんね、うんうんうん、はいはいはい、うん、で、あ、これ来るわもんだけど、ほんまに涙溜まってんねんけどこぼれるほどじゃないの、まあね、うん、うん、で、うわーって溜めなあかんってこう上向いてるやん、うん、ほなあれ16により喉チンコが下がってきてるぞってなって、うん、えそれに気づくまでに30何分か、あ、そうそうそう、これやと、ね、喉チンコと重力だ、っつってなんか分かんないけど息子かわいそうやん、そうですね、あ、なるほどな、ほんで最終的に絵好き泣き、ね、絵好き泣きで、いやでもああいう、ね、せいさんああいう顔貴重でしたよ、初めて見ました、うん、あんなね、うん、見たことないですね、何回かあの寂聴さんと男名を繰り返した寂聴男名、寂聴男名あ、そうだ、カピカピの上でしたよ、ダメだ、絵代わりしてええよあんな皆様、俺だと早かったから、うんうん、あの、まあ、あの去年手に召された
愛犬ちゃん、うん、あなるほど、ベリーちゃん、ベリーちゃんね、うん、ベリーちゃんの、うん、俺それこそ騒動でさ、うん、家から一歩も出れない状態で、うん、はいはいはい、もう換気扇の下で、やめてたタバコ復活して、うん、缶のハイボールをなんか震えながら飲みながら、うん、一日中その子におるわけさ、うん、ね、その時にもうだいぶ年いってさ、はいはいはい、歩くのもたどたどしい、うん、ね、そのベリーちゃん、うん、ね、やっぱ雰囲気察してくれたんかな、うん、フラフラしながらもこう壁に当たりながらこう、うん、歩いてきて、うん、ね、うん、俺のここにパッてこの足の、うん、足の甲に、うん、ちょこってこう押しながら大丈夫っていう泣ける顔を してくれたのを思い出したのも一発、あ、それ泣けるな、ね、でも大きかったさ、ベリーちゃんが、うん、その16年9ヶ月で手に召されちゃった、なあなあ、長いよ、俺にとっての16年9ヶ月って、うん、あまりにも出来事が多いからさ、うん、はいはいはい、特に後半やろ、後半、うん、その時間をずっと一緒にいてくれた子やから、うん、それはまあいっぱいおこほわいってやな、いっぱいやってやんか、うん、そう、でも結局全部自分でしゃることやから、自分でしゃることやね、でもほらそこでほら離婚にはなんやになりそうな、うん、とこも、うん、そうベリーちゃんが言ってくれたから、うん、なんか、なんか繋ぎ止められたみたいな子やから、余計に思い出が違うのよ、うん、だから早かった、いつも足元にいてくれたってことする、うん、そうそうそう、はい、チャンさんは、あ、いや、最初はまあまあベタなんですけど、やっぱ山に埋められた、怖い時のこととか、うん、向こうの山で埋められた和田が生きてたっていうこととか思い出しましたり、うん、あとちょっとこうこっちの本職の方に拳銃突きつけられた時の、うんうんうん、映画館でバイトしてる時な、はいはい、うん、とか思い出したりしましたし、うんうん、全然泣けないんですね、うん、あれ難しいな、まあ、それは怖いっていう方がいいのかな、はい、うん、で、この間カラオケ屋でスナックで萩原健一翔健さんの翔健さん、ララバイっていう歌を歌った時に、うん、ちょっと泣いてしまったんですね、うん、その歌詞が、はあはあ、どんな歌詞、生き別れた息子の歌なんですけど、うん、親父が生き別れた息子へ歌う歌なんですけど、そうだよ、はい、そうなんですよ、それでなんか おもちゃ、うん、おもちゃ買ってもらってるかいとか、うんうんうん、今も笑顔かい、うん、友達はいるかい、うん、公園のジャングルジムとかで遊んでるかいっていう歌詞なんですけど、うん、なんかそれをちょっと思い出してくるわな、うんうん、泣けなかった、あら、なんで泣かれへんねやろ、あ、自分ではもうそれで完全に泣けるなと想像立ててたんや、うん、あ、もうこれいったから、あら、やばいっつって、うん、泣けないよ、最後もう最後の手段に行きました、うわーって言ってて、はい、もう最後もう核戦争で、核戦争、僕だけ生き残ってしまったっていう設定ね、それでうわーって言ってたんや、はい、ここで僕の仲間、うん、全部もう全てです、うん、無やで、もう風が吹いてて、うん、つだって薄く流れてきた、それでも薄かった、俺はこんな設定でも薄い涙しか流せないのかと思ったら、はい、どうやって一人で助かったの、それ、その時みんな死んだの、いや、俺なんか金持ちの連れに金持ちの連れ、俺シェルター持ってんねんみたいなこと言われて、うん、入っていってそいつ金持ちの鶴はなんで助かってないの、本当に上でなんかエレキギターアホやん、はい、せっかく自分でシェルター作ったのが空いてなかったよ、いや、見てこいや言われて、うん、すごいなと、あ、ちょうどおいシェルター作って見てみろや、俺もエレキ見とくわ、うん、どうやで、暗証番号だけ教えてもらってたんですよ、ピッピッピッって、でもうそろそろ出ようかな思って、うん、ピッ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 つったらもう行ってもらった、なんもないんですよ
エレキギターの破片、エレキギターの破片すらない、もうそれくらい無ボムボちょっと薄い涙が泣くそれは号泣だよねなるほどな、はい、いやそこまでしなあかんかったんかと思って、ちょっと自分に腹が立ちました。せやな、もう最悪のことやからな、はいはいはい、どうでした？私はですね、本当にどうしようかなと思って、うん、あのケツがあるしっていうのもありますし本当にそう考えて、うん、あの今までその23年目ですけれども、うん、なんか本当にずっと長い間あのお笑い向いてないからやめた方がいいよってずっと言われてきた人間だったんで、うん、でそれでなんかなんかいろんなオーディション行くけどなんかいろんな人になんか君みたいな人は地元帰って結婚して子供産んだ方が幸せだよみたいな感じのことを言われて、まあ、まあな心ないことな、でまあ本当にそれこそパワハラやけどな、ほんまやな、そうすな、ほんまに、だってもう、うん、一番今お笑いしてるからな全身外国人に誰がコメディアンでしょうかって聞いたら絶対絶対言うんですよ、言うよね絶対まあなんかそれを思い出して、うん、でまあなんかそれでも続けてて、まあ結婚してからも余計言われるし、うん、でも続けてて、うん、でようやく最近なんかね、あのザ・ダブルとかで決勝行けたりとかで、うん、ようやくその売れてないけどその続けてきてよかったなと頑張ってきて、結果が伴い出した、はい、あ素敵な涙や、ほんでいやだから唯一こう嬉し涙を流したいな、あいや よく頑張ったなと思って耐えたなっていうところの涙、はいはいはい、なるほど、片山ゲロでしょ、片山パク戦争一人生き残り、一人だけ生き残った最悪ですできるって言った二人なの、なあ何やねお前ら、お前言い出しっぺやったひどいっすね、お前ひどい流してやる、えらい声巻き込まれたわでもどうもありがとうございました、ありがとうございました